北海道教育委員会は27日、道内公立学校の教員が身につけるべき能力の指標案を道議会文教委員会に示した。授業の進め方や保護者とのやりとりなど教育現場で求められる水準を明文化することで、教員の質を向上させる狙いがある。4月に施行された改正教育公務員特例法で、都道府県教委は指標の作成が義務付けられた。1教委は道議会での議論も踏まえた上で年内に正式決定し、来年度から運用を始める方針だ。指標案は、教員を養成段階からベテランまで4つに区分し、それぞれに求める授業力や学級経営力、外国語教育への対応力などの能力を明記した。例えば、初任教師が身につけるべき生徒指導力は、子どもの発するサインを見逃すことなく予防的な対応を行っている、とした。1教委は、教員を養成する大学とも連携し、指標を研修などに役立てていく考えだ。